クイーンカップ予選 A4 ハンチャン目を打ってます。予選 A なので8回打ってある程度の数字を取ったら、まあそれでひとまず OK かなと。予選 A と予選 B はある程度の数字プラス200、300ぐらいでも通過はできるらしいので、そんなに最高め狙う必要ないかなと。狙えるときは偶然成績良くて狙えるときは当然狙えます。いらない。この範囲に反応するか。ここはスルー。789の三式を見ながら止まった。789よりはこの真ん中の牌を育てたい。迷うな。789にそんなにこだわらず行きたいですけど、なってくれれば一番いいです。まあ今急走が3枚切れプラスマンズが2冠になったんで、789終了でいいなと。ちょっとクイタンの方に寄せようか。重い空気のまま場が進行している。同級層が限りなく薄いんで、急走がない以上これここをジャン島に使おうと今目論んでるもんで、なんか安牌自敗持ってきたらパースを切ってリーチに備えようかなと。いいや、泣いて先天の天敗に向かうよりは脳天を取ります。他3人が面前、自分がチーマンチーで面前崩すくらいだったら、まあ、この辺の判断は流局経典の方が結局点数もらえるんで、そこはもらいたいな。しまあさっきと順目が違うんで、残りいつも3回ぐらいだったらリーチが来てもまあある程度は安心できるなぁと。先天のテンパイ、流局の方がなんかもらえそうな気はしますね。一応三面ちゃんです。サブローマンスチーソー、流局の方がこれ上がっても1000点なんで、流局の方が3000点プラスまであるんで、ここをあえてスルーと論せずっていうのは大いにありだと思います。あら、まあ背景つけば1人天敗よりは安いけど、2人天敗よりは高くなったんで、上がり連チャンだからですね。これが天鵬の天敗連チャンなら、親が天敗っていうだけでもう1回トン1が続くんで、今の発想はないんですが、上がり連チャンなんで、もう流局の時点で曲が、親が張ってようが張ってまいが曲が流れるんで、まあ1人天敗、2人天敗、3人天敗と自分のクイタン1000点を比べてあえて上がらずっていうのも、もしかしたら戦略として使えるのかなと。まあこのトン1局じゃ使えないけど、トン4局の
1300点差でトップ争ってるとか、そういう状況の時は、1000点で上がるよりは、2人転敗、1人転敗を狙う。ただ、オーラスでその点差の時は、1000点の手を作れないので、1000点の手にならないように手を作るんで、あんまり実用性はないですね。5万がぶった切られた。これは面単ピンの方に伸ばして、シャーとパーソーと馬を落としていって、単ヤオにできれば。あとはローマン引きの、ヤムスソ引きの、3ピン引きのシャー2枚落として、完成。まずはローマン引かないと、まあまあそっちからでも行くか。右はドラブ組のシゴロでチー。初ションパイですね。まあ、このシャアはどうせキルハイなんで、アンコになるとか別にならなくていいんで、そこはもらいます。こいつがどうか。まああんまり高く見えないんで、3人の手がこれ8000には絶対見えないんで、まあ親なんで高いですね。トン2曲一本場、ドラはEピンになりました。トン2曲、親の連チャン。トップとは気にする点差ではなさそうですね。泣き通狙うくらいだったら面前で何かしらの手を狙いたい。誰が一番最初に仕掛けるのか。ドラがEピンっていうのが少しややこしい。これは先ほど切ったばかりの牌。私は若干ドラに左右される、ドラ付近を抱えて打つとか、ドラは切るとポンされると、自分でドラを切って誰かにポンされると、まあ別に自分の責任、それで何かパオとか他の人から怒られるとかないんですが、なんか他のちょっと他の人に泣いた、他の2人ですねに、なんとなくすいませんっていう気持ちがあるので、ドラは多少ケアする打ち方を好みます。リーチ、ニッパチの中筋、ウーマン待ち。この選択はどうだ。これで一発が消えましたね。場が落ち着いてきたか。ジモチャ、ここはプレイヤーの現物を筋引っ掛けよりは中筋の方が上の気がします。ただ一番強烈なのは、中筋よりも強烈なのは4切って1待ち、6切って9待ち、これが一番強いです。ただの6切って3待ち、6切って3待ち、4切って7待ちの筋引っ掛けはあんまり威力弱いと思ってるんで、中筋を選びました。点数がまだまだ必要なんで、稼ぐならここ、ハイパイを見てですね。
先ほどは軽く上がりを決めています、うん、のメンツ見えてる。ちゃんとはないけど、プレイヤーこれで一歩前進、ちゃんとできたけど、これじゃリーチのみ。プレイヤー波が来ている、神ちゃんいきなり仕掛けていった、差し後に差し、どんなドラマが待ち受けているのか。うん、一通いいシャンか、ちょっと一通に取るか。プレイヤーあっという間にいい点だ。ウーマン引いた時だけ差し後の方に行きたいんで、2から切って4は置いときます。各社どんな上がりの形を思い描いているのか。人なき1500、まあ泣いちゃっても悪くない、親なので1500の転配取ってもいいなと。制する人物は一体誰なのか。いや切る。ちょっとこの数万は少し頑張ってみたいが、ドラポン敵にナイフを渡してしまったか。さあこの範囲に、ここはスルー。うーん、フリテン三色いや、ちょっとこれは選択ミス。アンズメンツを対人してた人はちょっとフリテン3万引いちゃった以上はもう4万切って人泣き1500に構えますが、少し割に合わないですね。面前で張ったらリーチ、そうトラさん右は実質リーチってかかってるみたいなもんです。現物場に緊張感が漂っている。左は9万ポンで数万出てるんで本一でもない。少し場が落ち着いた。ラスハイダがどうする。なんだろう、チャンタ3と6なら6か。どのように打ち回していくのか。チー神茶ここでチー999と678、もうこれは自敗に頼るしか上がり目がないです。あとは3色、ただ678の3色きついですね。なので自敗です。となるとちょっと待って、自敗が見えてない。トンペイハク、ハツ、ハツ、ハツですね、ハツ、チー、ハツ、ハツ持ってきたら、ちょっと降りてもいいかなと。テンパイ連チャンならわかるんですが、上がり連チャンだと、ちょっとハツを切って、天敗にこだわる必要ないなっていうので、初持ってきたら白切って回します。場を制するのは一体誰なのか。ツモ、あっと対面、これは強烈なツモ上がり。ドラドラ、打たれてしまいましたね。3色8000、ちょっと痛い親かぶりですね。トン4曲、ドラは言いそうになりました。プレイヤーは2茶と差が縮んじゃう親かぶりなんで痛いんですが、オーラストップなんでここは食いたんのみと。自分で勝負を決めたい。天敗の汚点でも一応2茶とひっくり返る可能性がある点差です。もうここは1打目から食いたん1本で、リーチが来たらしょうがない。左が吐くポンってことは逆転できる残酷が見えていると思うんで、ドラが2つあるとか明らかに色が偏ってるとか残酷が見える上での吐くポンなんで、時間にそんな余裕ない。
で、捨て牌見ると染め手でもなさそうなんでドラですね。イーソーと赤が一つずつと。そのスピードに対抗するには、なんだこの、いやいや、チートイは拒否拒否。さあ、この範囲に反応するか。おっと、負けじと動き出した。どっちか早く泣きたい。プレイヤーあっという間にイーシャンテンだ。スーマン、ローソー、パーソー、ヤンウッソー、ニャンソーでチーしたらシャボに取ります。おお、一番すごいとこ来た。とこうやってメンツができてるとこを手出し、反対にスーソーとか持ってきたらつもぎり、サンズボとかイーソーとか。これは実戦でよく使います。泣いた後の手出しの付近ってちょっと危なく見えるんで、全く関係ないローマンとかはこういうのはつもぎり。ただゲームだとあんまり効果ないかなと。ドラさん参りました。しかも直撃。オーラストップだったのに、トップ維持できず、今のシャボに取る。ちょっと場を覚えてないんで、場をよく見るとシャボの方がいいなと思う理由があったかもしれませんが、まあヤウソに取りそうな気がします。あんまり数字伸びず、まあ決勝戦であればここをスタートに8ハンチャンを狙うと、1、2とこの 4-4 を消していくとするんですが、予選だったらまあいいかなと、そんな一局です。今回もまたいつも見てくれてありがとうございます。また打っていきます。